殲滅しろ。シャツ7日です。今回はね、新パーク、シャドウが追加されました。こちらはね、敵のトラップ及び前に検知されないっていうね、ストラテジストのパークになっていて、まあ、このパークを使うとね、まあ、センサーだとか、トラップだとか、まあ、いろいろね、フィールドアップグレードの方だったり、設置するね、まあ、投げ物の方だったりっていうね、トラップに検知されないっていう、もう、これはサーチ用ですよっていうね、パークが追加されましたので、サーチに今回は行きたいと思います。まあ、一応ね、どこでそうなってるかわかんないので、一応エンジニアもつけて、AK のこちらのパークで行ってきたいと思います。それでは行きましょう。はい、というわけで今回はサーチ&デストライスカイラインの方に来ましたね。ここは A 設置がね、即 A 設置か、まあちょっと時間 A 来なかった時の B 設置か、裏取りのね、そういう感じのマップになってます。まあ A は抑えたんでね、結構ここまで抑えちゃったら A 逆に相手がこうね、設置するのは難しい、 B 設置かなとか、そういう感じのねマップになっておりますが、まあ果たして今回のねパークは輝くのかっていう、めっちゃ早いんですけど、はい、どんな感じかなみたいな感じで、まあやっぱ A 突がセオリーですよね。結構ね、今作のサーチはね A 突だよっていうのが、まあマップによってはあるので、ボールトとかも あそこもう A しかないしみたいな、そういうあれですけれども、いやー、今回結構ね、やれてるんですよ。ここ皆さん知ってますか、このポジション、このポジション知ってますかって言おうと思ったら、こうね、来るみたいな。ここね、これですよ。これ。これ見つけちゃったんですよね、試合中に。最高ですね、やっぱサーチ&デストロイは。という感じのね、ボディシールドでいいのかな、ボディアーマーかな、はい、これをねやることができましたよ。やっぱサーチのラストワンのボディアーマーはやっぱ醍醐味ですよね。これね設定で一応ね、ボディアーマー優先にしとかないと長押しできないので、皆さん注意してください。でこのシーン見て、あ、出た、これほらほら、これですよ、これがね今回の新パークのいいところだよ。そうなんですよ、自分もこれがやりたかったって言ってますけれども、そう、これが、まあ、サーチ&デストロイの中だと大丈夫だと、今までは絶対敵はこっから来ない、まあむしろ来るんだったらあそこの換気扇とか爆破させなくちゃいけないから、どっちかっていうと死んでたようなところだったんだけど、問題なく行くことを突ることができるようになって強いよねっていうシーンでしたね。だから本当ああいう一瞬の、今までエンジニアとか使ってた人だったらもう分かるけど、どうしようもないフラグ使わないといけないっていうところを、まあさっさと押しのけるので、正直SMG とかで裏取りする人とか、まあ、裏取り系の人たちにとっては今後のパークぶっ刺さるんじゃないかなって個人的に思ってます。他のルールはねあんまりね、そういう裏取り警戒とかしてる人いないので、正直爆発トラップとか使ってる人いないんで、どうやってもね、チームデスマッチとかもそうだったんだけど、見つけられませんでした。はい。なので、サーチ&デストロイの専用パークになるのかなって、個人的に思いますね。で、またね、ここね、もう一回行こう、みたいな感じでね、やってたら、ここでね、やられちゃうんですよ。本当に2回目成功するわけないだろ、っていう話ですよ。ね、まあそんな感じでやったんですけども、いかがでしょうかね。ワンチャン緑染めのストラテジストにしやすくなったので、フラジャケでさっきのシャドウをで、その3つ目のパークに、まあ装備リチャージかフィールドアップグレード速度上昇のアンプね、上昇アンプ使ってないけど今回使ってないけど、これの上昇の
どっちかを使えばストラテジストになりやすいので、まあ、ボム設置とかボム解除とかを優先でする人は結構ねスコアストリーク溜まりやすくなるので、まあ、おすすめっちゃおすすめなのかもしれませんね。今までだったらそのもう一つっていうわけにいかなかったん で、あのエンジニアとかつけてたらやっぱ青緑みたいな、そんな感じでねパークグリドつけてもなってたと思うので、結構ねそこら辺の人たちにはあのだったらもう緑で染めちゃった方がいいんじゃないのっていう、そういうね感じですよ。まあエンジニアもね敵がアサルトバック出した瞬間とかで位置分かったりとか悪いことはないんだけど、まあやっぱりポイント UAV がねこのサーチでは最も強い、もうスコアストリークなんではないかってぐらい強いんで、もう正直あれやられるともうチーム誰もなすすべなくやられること結構あるんでね、おすすめですね。そういえば皆さん最近ジローに行ってきたんですよ。中山の二郎に今回は行ってきました。はい。久々にね、2回目かな、自分は。いやー、やっぱ美味しかったね。もう、非乳化スープで、もう、最高の一杯でした。自分はね、今回は全増しと、まあ、いつも全増しなんだけど、あの、甘い油っていうトッピングをちょっとやってみたかったんですよ。その油に麺をこう、つけて食べるっていうことをね、あれが美味しかった。本当にもうね、なんでしょうね、まあ甘いものっていうのはこうね、お菓子もそうだけどラーメンにもすごく合うっていうね、油が、まあ背脂を甘くね、甘辛くした背脂っていうのを別トッピングで出したんですけれども、それが本当にうまかったわ。いや、なんか YouTube とかでよく二郎系のやつね見てたりするんですけど、みんないろんなトッピングとかしててよくそれをやってたんですよ。いや、自分もやってみてえなって思ってて、それをついに念願の甘い油をこうね絡めて麺をすするっていうことができたので、めちゃくちゃ満足ですよ。本当に量もちょうどよかったしね、自分ほんと全増しがちょうどいい人間なので、あの麺のね量とかは、まあ、基本的に250以降300でも全然食べれるんだけど、油のキャパシティがやっぱ年々年を取るとねダメになってくるんですよ。で最後のねこれね、いや、やりたかったんだけど、もう一回おかわりおかわりボディシールドやりたかったんだけど、さすがに難しい、うん、やっぱ後ろ向いてないとねダメなんで、俺はしょうがないということでね。まあそんな感じで今回は新パークシャドウを使ってサーチアンデストロイやってきました。まあ思わぬ裏取りが効くので、ぜひともね、あの緑染めしたい人はおすすめでございますという形で、まあ今回はね、あのエンジニアつけましたけど本来つけないので緑染めできます。皆さんぜひともサーチアンドデストロイやってる人はおすすめかな。そして中山二郎もおすすめかな。いやー、普通のでも二郎のラーメンだと、あの汁なしとかだったら館内が美味しいんだけど、中山二郎僕結構好きなんですよね。あの醤油のキリッとした感じで、ほんとね。まあそんな感じで、あれですね、美味しいものを食べましたという報告とともに終わりたいと思います。それでは次回もかかってこーい。